ダルピリ島は、バブヤン諸島の島。フィリピン諸島のルソン島の北、ルソン海峡に位置している。ルソン島北部から 45km ほど北の位置に、あり、南 15km ほどに、フマ島、北東 25km ほどの位置に、カラヤン島、南南島 65km ほどの位置に、カミリン島などが存在する。島の面積は50平方キロメートルほどであり、行政的には、 フィリピンのカガヤン州カラヤンに属している。ダルピリというバラン街に属しており、2007年の時点で人口は606人であった。島へはアッパリから船が出ている。ダルピリ島は南北に長い形をしており、長い場所は1 8トルほど、幅は広い場所で7トルほどである。地形としては、島の最高地点は、 中心部の297メートル程度であり、平坦な丘陵地形となっている。島の植生は、農地と厚い熱帯雨林でありかしにはパンダナスが生える。島で最長の川は、マナロングリバーであり、2.5キロメートルの長さがある。他、キャベタン群、ニーパ、ココイオン、パードウス、ナコーララン、ウマロなどの小川が存在する。島内の動物では、最大のものは、 フィリピン水牛カラバオや、ウマ族である。鳥類では、ハシブトゴイや、ムナオビクイナなどが知られている。爬虫類では、ミンドロワニの小集団が生息するほか、最大の爬虫類として、ミズオオトカゲが生息する。NSCB の統計データハット D ・アラン、C ・エスパニョーラ、G ・ブロード、C ・オリベロス &JCT ・ゴンザレス・ニューバードレコーズ・フォーザバ・ブイアニ・アイランズ。 フィリピン、インクルーディングツーファーストレコーズフォーザフィリピン、ホークテイル22、5770アーカイブド2011年9月24日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、クロコ・セルベイズ・オーエヌ・ダルー・ペリアンド・フーガ・アウトレン、カール・オリベロス、サミュエル・テロン・アンド・マーライン・バンウェド・プブリケーション、デアイスラ・バイオデバーシティ・コンサーベーション、インク、ウント・デ・アマブワヤ・ファンデーション、インク、ジュリー2006。ありがとうございます。